では時間になりましたので始めさせていただきます。皆様こんにちは。公認会計士試験論文式試験ですね、特別イベント、租税法改正論点の概要の講座をですね始めさせていただきます。担当アレクセン2講師の高田です。どうぞよろしくお願いいたします。で、お手元にですね、レジュメを今日はですね準備させていただきましたので、手元のレジュメを使って本日は少し見ていきたいと思っています。で、流れとしては、法人税法、所得税法、消費税法、そしてプラス国際課税ということでですね、公共的施設の関係を入れさせていただいています。ですから公共的施設ないよということではなくてね、国際課税という括りにさせていただいていますこと、ご了承ください。それからですね、税制改正といったらもうたくさんあるんです。なのでその中でもね、会計士試験のその出題の範囲というところを考えたところで押さえておく必要があるであろうというところをね、今回ピックアップしたものですので、そのようにお捉えいただければと思います。では早速ですけれども、レジュメの方を使って一つずつ項目見ていくことにしましょう。では画面の方もプレゼンターに切り替えさせていただきます。こちらのレジュメのご準備をお願いします。ではまずねめくっていただきまして、今回ですね、8月の試験でもそうですけれども、もう令和にね変わってということで、本試験における事業年度のところで、法人の方はいいでしょう。ただ開始がね、平成31年4月1日から令和2年3月31日のね事業年度にねなりますよということ、で消費税だったらその課税期間になりますよということ、から個人においては確定申告なんかをもう見ていますと、情報ですね、令和1年分っていうふうに言ってるんです。令和元年分なり令和1年分なりですね、課税庁側は言っているので、元年とするのもどうかなということでちょっと検討して、レクの方ではもうテキスト全部ですね、もう1年2年ということで1年にしようという、ね、形で令和1年分というふうにさせていただいています。なので令和1年分という所得税なんかのところでですね表現が出てきたら、それは平成31年1月1日から令和1年12月31日までの期間にかかる年分のことを言いますよと、課税庁側からもそのようにですね出ていますので、そこのところはそのようにお捉えいただければと思います。から2番目の柱、改正についてということで、ちょっと直前に確認をしましたけれども、一応今のところですね、令和1年6月19日公表時点のですね、その試験範囲に関して、租税に関しては特段ですね、変更はなしと、ね、いうことになっています。で、租税に関しては令和2年1月1日現在のね、施行のその法令によるということでですね、内容の方を見ていくことにしましょう。一番最初に申し上げましたけれども、主な税制改正点をピックアップさせていただいたものということでですね、他にもありますが、ここの点は押さえていきましょうということで見ていただければと思います。ではまず法人税ね、どんな内容があったのかなということで、最初のところにこう内容をですねいくらかまとめた上で、改正点ということでね、説明書きを入れさせていただいていますので、まずねここの改正の概要という形でご覧ください。中小企業関連という形言葉にさせていただきました。少しですねここの2行目まず読んでおきましょうか。従来からここですね、2行目ですね、従来から少しねその中小企業者向けのその租税特別措置による優遇規定、これが大企業の子会社にも適用されてしまっているということが少し問題視されていました。そのことを受けてですね、その中小企業者の意義とかからその判定の基礎となる、ね、大規模法人の、ね、意義に関して見直しが行われていますよということね。それから試験研究費の特別控除に関しては、少しですね、研究開発投資を、増加させるための、インセンティブの強化と
ということで、少しまた見直しが行われています。少し廃止があったりということで、まあこれまでよりかは少し計算しやすくなっているのかなと思うのと、私今回ここに挙げさせていただいている理由としては、14本試験で1回出題があるんですね。今日のレジュメの29ページ、画面の方だけそっち行きます。皆さんいいですよ。どちらでもいいです。こちらにもうね、令和1年、この前のね、19本試験の出題範囲も入れて、全部置きました。で、そこでですね、試験研究費、この29ページの下から1、2、3、4、5、6、7行目かな。そこで、14年ですよね、1回計算で出題があるんですね。やっぱり1回出題があるっていうことは、可能な限り、その、なんていう、全体的に見れば、ちょっと捨ての項目なのかもしれません。費用対効果を考えてね。だけれども、やっぱり1回出題があるっていうことは、なんか完全に捨てきれないということでね、今回ちょっと見ていきましょうということで、入れさせていただきました。画面の方またね、1ページ戻ります。こちらに関しては内容をですね、後で見ていきたいと思いますが、一つちょっと丸をつければ、試験研究費の特別控除のところの概要のところのね、1行目ですかね、税額控除割合の増加率の分岐点となる増減試験研究費割合というのが 5% から 8% に変更されましたと、ね、いうような、ね、内容があったりから、試験研究費割合が、ね、10% 超えるといったときには、ね、少し上乗せがありますよと。から平均売上の 10% 超の場合というものがもうこれ廃止になりましたと、ね、いうのがね、ちょっとね新しいこと。それから右のページ行きまして、特別試験研究費というのがありましたよね。一言で言っちゃうと公共性の高い、ね、試験研究費、これについて少しね、もうちょっとこうベンチャー企業との研究とかね、いう内容に関しても考慮が入ってきましたと、ね、いうような内容です。では法人税は、その2項目見ていきたいということで、まずは中小企業関連、これはねきっちりと見ていくことにしましょう。で、E が少し変更になりましたということで、この文章の1行目からちょっとね読んでいきたいと思いますが、この1行目に関しては中小企業者等の異議ですね。中小企業者等とは青色申告書を提出する中小企業者を言いますと。で、その後なんか括弧の中でね、適用除外事業者っていうのを除くという言葉があります。この適用除外事業者先に確認しちゃいましょう。用語解説の3番目の柱のところね、ここが適用除外事業者の異議ということで、適用除外事業者とはその事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の平均額が15億円を超えるような法人を言いますということでね、比較的こう所得の平均の金額がもう大きいということですよね。そういう、ね、事業者は除きますよということで、一つですね、中小企業者だから、そこ以外に関してちょっと画面今戻りますが、これまでと同じですよね。青色申告書を提出してる、だから優遇措置があってということで特別控除とかね、いろいろありましたよね、見てきましたよね。で、そして従来からというところは、先ほどね、読ませていただいた通り、少しこう問題としてですね、大企業のね、子会社にもこうちょっとね、中小向けの優遇措置が適用されちゃってると、ちょっとそこは問題なんじゃないかということでの見直しですということです。ではここは大事、用語解説のね、枠のところに画面の方も切り替えさせていただきまして、中小企業者の異議ね、ここね、しっかり読んでいくことにしましょう。中小企業者とは資本金の額1億円以下の法人、いわゆる中小法人で、次の法人以外の法人を言いますよと。で、その中でですね、じゃあその下はということで、括弧に見ていると、今までも勉強されてらっしゃる方においては同じなんですが、ここね、自己株除くっていうところ、ちょっと今回気をつけて読んでいかなきゃいけないということね、対象の、ごめんなさい、判定の対象となる法人のね、
発行済み株式総数から自己株除いてまず考えてねということで、ではちょっとまた括弧1番、まあ、そこあとはこれまで通りだからね、ドイツの大規模法人に発行済み株式総数の2分の1以上を所有されている法人だったり、複数の大規模法人に発行済み株式総数の3分の2以上を所有されている法人、ね、ただそのカウントとして自己株除いて考えるよというところが一つ変わったところというところ。それから大規模法人の意義も続けていきましょう。次の法人を言いますということでですね、括弧の1番、資本金の額が1億円超の法人、または資本金等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人を超える法人、まあここまではいいでしょう。その次ですよね、ライン引っ張っておきます。大法人の 100% 個法人、これが入ってきました。大法人の 100% 個法人、これが追加されまして、3番目、ね、100% グループ内の複数の大法人に発行済み株式または出資の全部を保有されている法人ということです。じゃあちょっとねこれだけ見ててもなんか特にここのところ皆さんにおいてはなんか大事になりそうですよね。で少しですねこんな例示をということで入れさせていただきました。2ページでですね少しこの改正前後、皆さんちょっとこれをですねここの改正前後をよく見ながら画面すみません、この例えばというところにねアップしていきますけれども、つどつど私もねここの指すようにしますけれども、ここを見ながらちょっと読んでいくところというふうに思ってください。じゃあ例えばということでいきましょう。下記のその資本金1億円の法人、真ん中ですよね、資本金1億円の法人はまずは大法人、大法人で資本金5億円ね、以上ということですよね。資本金5億円の大法人の個法 100% 個法人で、あ、子会社、ごめんなさい、 100% 子会社であるため中小企業者には該当しない。まずここまではいいですよね、中小企業者には該当しないですよね。でこれまででさらにちょっともう一つ、その資本金1億円を超えてはいないので、なんか大規模法人にも該当はしなかったんですよね、この真ん中の法人でね、でここですよね今読んでるところね、大規模法人にもかといって該当はしなかったし、ね、大法人の 100% 子会社なので中小企業者にも該当はしなかったと。ところがですね、今のその改正のところ少し読んだところでですね、大規模法人の範囲、ね、これが見直されて、大法人の 100% 個法人は大規模法人に該当することになりました。ですから、ね、大規模法人に該当するよと、はっきりしたってことですよね。はっきりね、該当することになりましたと。まずここまでよろしいですかね、ちょっと早いかな、大丈夫ですか、ね、まずここまでよろしいですかね。じゃあ今ちょっと親子の関係で改正前後ということで見てきました。もう一つですね、なんか孫会社がちょっとね、このグループにはあって、ちょっと孫のことについても続けて考えていきましょうというね、お話ちょっと続けてみていきましょう。ではちょっと文章の方を私読んでいきます。したがってという4行目ね、したがって従来は大法人の孫会社である資本金1000万円の法人は中小企業者でしたと、で改正前は中小企業者でしたが、大法人の 100% 子会社である資本金1億円の法人がこれも明らかに大規模法人になったということで、今この大規模法人に 100% 持たれちゃってる資本金1000万のこの孫の法人ね、この法人はつまりは大規模法人の大規模法人の 100% 子会社である資本金1億円の法人がね、これがもう大規模法人になったということで、この法人に発行済み株式総数2分の1以上を所有されている法人ということになり、中小企業者には該当しなくなりましたと。
からなかなか大きな改正ですよね。今までだからね、孫は該当って言ってこういろいろ優遇措置を受けられてたんだけれども、もう中小企業者じゃないよということでね、特別控除とか優遇措置がね受けられないんだとね。だからなかなか大きな改正がありました。ここですね、孫の法人の中小企業者じゃないよっていう理由ってちょっと戻りますけど、用語解説でいくところのこの中小企業者とはの1番目ですよね。ここに当てはめてということだよね。大規模法人に発行済み株式総数2分の1以上所有されている法人だから、ね、中小企業者には当たりませんよということで、一応ここのですよね、ごめんなさい、また2ページ、あ、3ページですね、画面の方戻りましたけれども、ここのその理由の部分ですよね、そこに関してはしっかりとね押さえておくようにしておいてください。ちょっとこんなにしとこうかな、なんか分かんないんですけど、こうですね、ドイツの、ね、法人にというこうですよね、こうですよね、一応理由とともにね押さえておくようにしておきましょう。ですから比較的こうね、中小企業者の優遇措置がいろいろちょっとね使えなくなっちゃう孫の法人があるよということでね、まあ見ててもやっぱり実務上見てても不思議だなと思っていたところだったのでね、まあこれで一つね、まあ、公平性がよりね、良くなっていったのかなというふうにね思います。そして、例えばじゃあどんなものがあったっけということの確認も含めてできるかなと思って入れました。2番目の柱のところですね、この中小企業者等のその設備投資関連税制、これ見ているレクの方でですね使っている特別償却や特別控除2年延長されることになりましたという、ね、話が今回ありましたので、中小企業投資促進税制だったり、ね、から経営改善設備を取得した場合とかね、特定経営力向上設備を取得した場合というね、特別償却特別控除、これね2年ね延長になっていますということです。から中小法人の軽減税率のところちょっと見ておきましょう。3番目のところですが、今まで学習上も15% ということで見てきました。そうなんです。ではちょっと頭戻って見ていきます。中小法人、過去ね普通法人のうち資本金1億円以下の法人の各事業年度の所得の金額のうち年800万以下の部分は税率 19% というのは、法人税法66条2項を見るとこの率が書いてあるんですよね。だから皆さん の試験の時にですよね、配られる法規収入は 19% んってね思うんですが、租税特別措置法42条の3の2っていうところでですよね、15% に軽減されてますから、計算もこの 15% で行っていく。ですから変更はなし、これが2年延長と、ね、いうことで、そこまでですかね、中小関係少し入れさせていただきました。以上ですね、まず一項目ここまでいかがでしょうか。よろしいですかね。ではここまでですね確認が終わりましたら、続けて試験研究費の特別控除ということで改正点2と入れさせていただきました。画面の方はレジュメ4ページに切り替えさせていただきます。まあ先日もノーベル賞とかあって、やっぱり企業内の研究だったり大学内の研究だったりというところですよね。まあこれだけなんかこれしかかもしれないですけれども、まあ認めてくれているところがね、税制的にですよね、認めてくれているところもまああって、まあすごいね、人件費はもとよりいろんな研究費がかかってのことですので、まあああいうね研究をこうイメージして見ていただくのもいいのかなと思います。
でですね、このページに関しては試験研究費の総額にかかる特別控除ですから、皆さん試験的にはですね少しちょっと抑えておかなきゃいけないなというところの内容で、なんか見てるとここのところは同じです、変わりないです。増減試験研究費割合の計算の方法とか、で比較試験研究費の額の計算の方法とか、でそこのところは変更ないです。じゃあどこ変わったのということで、もう括弧の2番入らさせてください。ここの基準点ですよね。今増減試験研究費割合を比較分の増減でですよね求めていて、で増減試験研究費で当期試験研究費マイナス比較ね、試験研究費これで求めていて、でその割合が 8% 超なのか 8% 以下なのかというここのところですよね。少し変わりましたよというところね、最初に概要のところでね、見た通りです。今まで 5% だったところが少し 8% になりましたと。ですからそこが違うのと、あとは計算式ですよね。ですからこの 8% が乗っかってきて、ね、8% 超の場合には 9.9% ですね。ここもちょっと違いますね。プラス過去増減試験研究費割合マイナス 8% かける0.3で上限が 14%、 そして 8% 以下の場合ですね、 9.9% マイナス過去 8% マイナス増減試験研究費割合かける 0.175 ということで計算して求めていくと。から設立の事業年度だったり比較試験研究費の額がゼロの時に 8.5%、 ここは変更なしということですので、少しここのね増減試験研究費割合に応じた税額控除割合の計算方法が少し変わりましたと、ね、いうことで、ここがね変わったところになります。から上乗せ云々の話に関してですけれども、次のページいきましょうか。5ページ目、この試験研究費割合ですよね、これが 10% を超えると、ね、言った場合に少しこの上乗せの計算がありまして、このあたりもね少し、まあ、変わったところということで見ていただければと思います。でこの一番上の四角のところですけれども、今ね求まったその税額控除割合をもとに、ねプラスその税額控除割合かける、ね、控除割増率という、ね、計算をしていくんだと。その控除割増率という、ね、内容に関してこの下につなげさせていただいています。これは試験研究費割合が 10% を超える場合における、ね、税額控除割合の上乗せ率で次のように計算していきます。ただし 10% を上限としますよということで、試験研究費割合マイナス 10% かける 0.5、 これで求まった率、これをですね原則控除率と入れてありますけれども、ね前のページで算出した税額控除割合に乗じて求めていくことになります。試験研究費割合や、ね、平均売上金額に関しても変更なしですのでね、からこのページの下の方の税額基準額ですよね、税額基準額の求め方に関してですね、まあ、25% と。ただし試験研究費割合が 10% を超える場合には少し特例がありまして、ね、25% プラス試験研究費割合マイナス 10% かける2ということで求めていくことになりますよと。で税額控除限度額と税額基準額ですね、いずれか小さい金額をもって特別控除額としますということです。で下の、ね、説例のところはですね、まずは増減試験研究費割合の、ま、求める、ね、説例を少し入れさせていただきました。まあ、今回これ求めていくとちょうど下限の 6% ということになるんですけれども、まあ、こちらに関してその増減試験研究費から比較試験研究費のあたりの、ね、求め方は変わっていませんので、また復習の中で見ておいていただければと思います。今日はもうこの、ね割合が求まった説例を、ね、1個見ていくことにしましょう。では続けてですね、こちらもその大規模法人の場合のフルバージョンが7ページ入れてありますが、まあ、ちょっと時間の関係もありますので後でね特別試験研究費のところの問題を少し見ていきたいと思います。
ではレジュメは8ページですね。ここが中小ですね。まあだから中小に関してはもう皆さんにおいてはもう本当に費用対効果を考えればもうここはちょっともう一番最後本当にできればということになってきますので変わったところだけということでその同じですね総額と 8% のライン増額試験研究費割合 8% のラインで、ね少し変わってくるよと、ね、いうことから計算の元も同じですね。ここはねですね 8% というところだけですね。失礼しました。から試験研究費割合が 10% 超える場合には、ねその上乗せがありましてそれはもう総額と同じというふうにここではさせていただいていることをご了承ください。で税額基準額の計算に関してもですねその増減試験研究費割合のその 8% というラインでですね 35% なのか 25% なのかということでですね計算が変わってきますし試験研究費割合が 10% 超える場合には、ね、特例がありますということです。で中小に関しても、一応設例ということで計算フォームとですね、レジュメの10ページというところに入れさせていただいていますがこちらは復習の中で確認をしておいていただければと思います。まあ、練習がてらということでですね、少し見ておいてください。では、特別試験研究費はちょっとしっかり見ていきましょうね。11ページというところに画面は切り替えました。公共性の高い試験研究というイメージを持っていただければと思います。で特別試験研究ですね見ていくと 30% と 20% の間 25% ここですよね。 30% はいいと思うんです。もう今までと同じその公共性の非常に高い、ね試験研究というように私は、ね講義の中でいつもご紹介をさせていただいていますがどうでしょうイメージと合いますよね。からちょっと先に 20% の方も、まあ、公共性は高いんだけど会社が独自にやってるとか、ねいうようなものが 20% ということで見てきました、まあ、一つキーワードとしてこの 25% を抑えるにあたってはこうベンチャー企業ってところですかね。言葉として研究開発型ベンチャー企業と共同なり、ね、そのいう企業に委託して行う試験研究に関してもですね少しこの特別控除を認めてあげましょうということでね一つ改正の中に入ってきました、ね、ベンチャー企業との共同研究、ね、委託研究ということでですので 30%、20% のところはこれまで通りでプラス 25% ということでね下の特別試験研究、税額控除限度額のところも 25% のところだけ丸付けさせていただきますね。ここ一つ増えたのでこう特別試験研究費を3つに分けてそして計算をしていかなきゃいけないと、ね、いうことになります。からもう一つ税額基準額もこちらのその特別試験研究に関しては今まで 5% だったのが 10% にここも上がっていますのでここもごめんなさいここもですよね変わったところということで丸つけておきます。今まで 5% だったんだけどこの分がね 10% になってから計算フォームの方もですね、いいですかね12ページちょっと画面の方切り替えていきますが上の方ですね、まあ、その特別試験研究費が出た時には今まで2つに分けてたものを、ね、公共性が高いのか民間企業と共同しているのかというところ、ね、2つだけだったんだけれどもちょっと3つに分けてね計算をしていくという形になります。ということでですね電卓お持ちの方ちょっと電卓叩きながらですね13ページにちょっと説明を入れさせていただきました。まあ、ここもうね分けてある問題なので少しちょっと見ながらいきましょうか。ここのその括弧の1の資料に
したがってですよね、ちょっと当期の試験研究費の額とか、あと特別試験研究費の額とかという計算ができてくると思うので、ちょっと画面の方下のね回答に切り替えていきますが、で、特別試験研究費今見たから、ここから見ていきましょうか。ね、大学と共同のこの丸の1の部分の600万に関してが特別、それから特別の中の特別ね、から研究開発型ベンチャー企業に委託した分に関しての500万ね、こちらが、まあ、先ほどの 25% がね、かかってくる分からそれ以外の750万合わせて1850万が特別試験研究費だと。で、問題に上がっている、ね、試験研究費の額全部足していくと6000万になりますので、ね、その特別じゃない、まあ、通常の試験研究費に関しては4150万になりますよと、まあ、こんな形でここの部分ですよね、特別試験研究費が内容として出てきた時にはちょっと分けて計算してあげなきゃいけないというところに気をつけていきましょう。からこの問題に関しては増減試験研究費割合は 15% というふうにさせていただきました。 8% を超えていますので、それで計算をしていくということ、試験研究費割合は 9.9% とさせていただきまして 10% 以下ですので、上乗せの、ね、割合はないパターンということで、まあ、8% 超えの場合のこの税額控除割合の計算ね、こちらが少し変わっていますので、復習の中でこの部分ですよね、 9.9% プラス、まあ、このね、問題の増減試験研究費割合の 15% マイナス 8% かける0.3 と、ね、いうことで計算していくことになります。で、この求まった税額控除割合に関しては、エクの方ではその他の試験研究費の額ということで求めさせていただいている4150万にね、対して乗じて計算をして税額控除限度額を求めていくと。で、基準額に関しては、ね、25% ということで、ね、2100万円と。いずれか小さい方ですから4980万が総額にかかる特別控除額から特別試験研究費の方ですね、画面の方14ページ切り替えていきます。で、それぞれ、最初に分けたものを 30%、25%、20% と乗じてですね、税額控除限度額を求めていって、3つトータルしてね、4550万が、ね、税額控除限度額と、から税額基準額が8400万に 10% した分と、ここも 10% に変わったところですからね。で、いずれか小さい方と、ね、いうことで4550万が特別試験研究にかかる、特別控除額と、総額の分と合わせて953万というのがですね、この問題の答えということで、まあ、今日はちょっとね、さっと流れだけ説例使ってみていただきましたが、少しこう特別試験研究費のところにも、まあ、改正があったということでですね、まあ、14年に1回出ていますので、費用対効果という面で言えば正直ありませんけれども、まあ、最後の最後にね、ちょっと手をつけておこうかどうしようかというところでね、見るところではないかなと思います。では法人税以上にいたしまして、続けて所得税で、所得税はあんまりたくさん今回ないので、画面の方15ページというところに切り替えさせていただきます。住借りの特別控除ですね、住宅借入金等の特別控除と、それから非課税の内容として非課税口座開設している居住者の一時的な、ね、出国の場合という内容ですね、少し皆さんの本試験的にはこういったところかなと。で、ちょっと概要の方をこの15ページで見てしまいますと、つまりはこの後見ていきます消費税率の引き上げに伴って、今ね 10% になりました。今月から 10% の適用で住宅取得された方に関しては少し考慮して差し上げましょうと。それがローン控除の期間が3年延長の13年だったりから11年目以降の3年間に関しての計算が、ね、少し変わってくると。で、まあ、11年目以降という話ですから、皆さんの試験、ね、には、まあ、ここのことはもうまだ10年以上先の話ですからどうかなと。ただちょっと、まあ、税法の勉強をしているという意味で
少しこうお話をさせていただけば、11年目以降の3年間、控除額の上限が、ね、このいずれか小さい金額になりますよと。住宅借入金の年末残高の 1% か、建物購入価格の3分の 2%、ここの 2% って、8% から 10% に消費税変わってますよね。ちょっとメモ入れますけど。8% から、ね、地方税も入れてね、10% に。まあ、そこの差の 2% っていうような、まあ、理屈なのかなと、ね、いうところ。から4000万円と、ということで、いずれか小さい金額が控除額の上限と、ね、なりますよと。からこちらに関しては、令和1年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住のように居した場合だけということで、非常にだから期間もね、限定されてますよね。令和2年、ね、12月31日までということですのでね。で、このような取得のことをこの後もまた出てきますが、この特別特定取得、今まで 8% って特定取得って言ってたと思うんですが、その前に特別をつけて特別特定取得と。もうつまりは、ね、その消費税の額の税率が 10% である場合における住宅の取得のことを特別をつけて、ね、特別特定取得というふうに言います。文書の方でもですね、あとテキストとかお教材の方でも、ね、この言葉は普通に出てくることになります。まあ、概要としてまず一つ目がこういう改正、それから二つ目が非課税口座ですね。で、非課税口座の開設している場合のね、居住者の一時的な出国ということで、株の管理ですよね。これを非課税口座を開設しているという方が、まあ、ちょっと出国すると言った時にということなんですけれども、ここはちょっとここだけで見ていきます。この後に改正点ということで入れてはいませんね。ですから矢印ありません。さらにですね、 1,2,3,4,5,6,7,8 行目下がっていただきましょうか。以下というところで、ごめんなさい、継続適用届けでしょうっていうね、名目があるかと思うんですけれども、ちょっとそこのところですね、ライン引っ張っておきますね。継続適用届けでしょうと、まあ、この届け出が提出があればね、さらにこのカッコの2からすみませんカウントさせてください。 1,2,3,4 行上がっていただいて、まあ、その社を居住者と、居住者に該当する社と、まあ、見なして、ごめんなさい、ね、居住者に該当する社と見なして、まあ、引き続きこの非課税口座の措置を適用して差し上げますよと、ね、いうような内容と、もうこれだけ押さえておいていただければと思います。で、ただ帰国した時には帰国届出書っていうのを出さなきゃいけないんですけれども、その帰国届出書がなかったっていう場合に関してがですね、この括弧の2番、一番下の行に引いておきます。帰国届出書っていうのを出さなきゃいけなくて、帰国したらもちろんね、出さなきゃいけなくて、でもそれでも出さなかったとかね、出すの忘れちゃったとかって言った時には、見なされてたものが、ね、ダメになっちゃうので、この16ページのところですね、非課税口座の廃止届でしょう、これをね、提出したものとね、見なされるということにありますけれどもね、それからさらにその下の、国外転出の、その譲渡所得の特例の対象となる社、つまりその1億円超をね、たくさん株持ってるような方に関しては、この継続適用届出書の提出なんてもちろんできませんよということをね、3番目に入れておきましたが、まあここはそんなに重要性は高くないのかなというふうにね、思います。住借りの控除のところですけれども、
違うところだけです。違うところというか、ちょっと加わったところだけマークしていきましょうか。ね、これまでの内容にプラスですよね。適用要件のところで、一つ私適用要件のところと控除額のところだけですね、ちょっと太文字にしたんですけれども、適用要件のところのですね、丸の2番というところかな。令和3年12月31日とありますが、括弧の中、特別特定取得の場合は令和2年12月31日までの間に居住のように供してくださいねと、いう話が一つあります。それ以外はね、例えば平米数が50平米とか、借入金はちゃんと金融機関等でしてくださいねとか、それからこの括弧の4番に行きましょうかね。この居住者の方のその合計所得金額ですよね、これは3000万以下とかっていうところはこれまでと同じですので、たところは変わりはないんだということです。から控除額に関しても令和1年居住の場合、居住開始の場合ということでですね、お教材の方は変えさせていただいていまして、次のページ行きましょう。特別特定取得のね、パターン入れてありますが、年末借入残高の 1% というところで抑えていくところはもう同じになります。でただね、その11年目から13年目という計算が一つ加わってきますけれども、本試験的に考えてこれはちょっとはるか先の話ですので、どうかだとね、いうところ、直近での出題は考えにくいところでしょうと、ね、いうことです。から一般の住宅に関しては4000万限度から認定住宅5000万限度というところも特別特定取得のパターンね、同じですので、特別特定取得ここ見るんだということでね、分かるように、あともう一つですね、この認定住宅の方と2つだけ四角入れさせていただきます。から設例の方はまあどうなのかなということで、ちょっと設例の方ですね、18ページ切り替えまして、令和1年8月にと、ですから 8% の時のね、内容を入れさせていただいていますね。令和1年8月といったらこれ 8% の時ですよね。ですので、いつなのかなというところ、あと居住のようにね、その居しました、ね、直ちに居住のように居しているということで、この問題はね、なっていますけれども、ね、いつ居住のように居したのかなというところとかですね、まあ、こういうところをちょっと見て、特別のつく特定取得なのか、特定取得なのか、ね、いうところを考えればいいのと、まあ、あとは計算は同じですのでね、判定も同じだし、ね、合計所得金額の判定も同じだし、計算も同じなので、まあ、そこはこういう改正があったというところだけで十分でしょう。では今日の大物ですよね。ちょっと時間が経ちましたが、消費税に入っていくことにしましょう。その消費税ね、19ページ概要は私は消費税増税ということで、これまでのこう税率変遷の表を入れさせていただきました。概要としてはね、から軽減税率が導入されましたねということで、まあ課税資産の譲渡等のうちね、その軽減対象資産の譲渡、それは次の、ね、1、2に掲げるものを言いますよということで、ここですね、すみません、飲食料品の譲渡とか、新聞の定期購読契約に基づく譲渡とか、これ令和1年10月1日以降行われる課税資産の譲渡等についての適用ですと、いうことです。では同じ表をですね、また下に入れさせていただきました。引き上げに関してはここで見ていきましょう。改正点4番のところ、ね、19ページの下の方ですね、後半部分ご覧ください。まあもう引き上げありましたということいいでしょう。で、ただですね、皆さんの本試験ではということで、この表の下、見てください。令和2年の本試験では、法人の場合には令和2年3月期、
ですから平成31年4月1日から令和2年3月31日ですよねの事業年度だし、個人の場合には令和1年分で出題されることから複数の税率が出題されたと、これですよね、もう問題ね、こういった場合どうしたらいいんだろうということで、複数税率ね出題された場合にはこの表でいけばこの3つが当てはまりますよねということね。旧税率の、合計 8% とから 10% 標準税率というふうに言いますから、あとは軽減税率ですよね、この3つでしょうと。さあ大変ってちょっと思ってしまいそうですけれども、素直にいけばいいんです。なお書きのところも読んでおきます。なお軽減税率制度実施後の消費税額計算は、消費税率が標準税率と軽減税率の2つとなることから、売上と仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があるけれども、売上税額から仕入れ税額、あえてちょっとこういう言葉にしました、売上税額から仕入れ税額を控除するという、つまりもう大雑把に言うと、預かった消費税から支払った消費税をさっ引いて納める税金計算してもらうよっていう計算方法は今までと変わりませんよということ。ただ20ページご覧ください。ちょっともう全部移していきますね、細かくなっちゃって申し訳ないんですけども、全体をこう見ていただいて、預かった分も支払った分もその税率ごとに計算をしていくんだと。だからあとは計算方法同じ、課税標準であれば108分の100、でこれ旧税率と軽減税率が108分の100になるし、標準税率は110分の100になると。で求まった課税標準額1000円未満切り捨てて、それぞれの税率を乗じてね、それぞれを乗じて求めていくと、ね、だからなんか課税標準額を全部これを合計してとかってわけではなくて、こうそれぞれにそれぞれの税率をなんか言葉悪く言っちゃうと、いちいちこう乗じてね求めていくというまでで、大まかなその計算の仕組みとしては変わりはないんだということを確認していただくページとして、この20ページは入れさせていただきました。ですからね、ちょっと覚えるの大変っていう感じですけれども、大丈夫です、私で慣れるから私でもう慣れました、正直もう慣れるので大丈夫です。もう皆さんにおいても絶対慣れますので、あとはだからもうとにかく今までの内容となんか難しいことが入ってくるっていうような構えでこれに向き合うんではなくって、少しその内容がですよね、ちょっと増えちゃったんだなと、今回に限りですよね。から標準税率と軽減税率と2つの制度でこの先は行きますから、本当に今回だけが3つの、ね、税率があるというだけのことで、あとは素直に計算していってこれに慣れていこうということであればね、プレゼンター切り替えます。ちゃんと慣れますので、私でも慣れましたので、ね、大丈夫ですからね、というふうにここのページでお捉えください。で、後で、ごめんなさいね、この説例で少しこう簡単のなんて言うでしょう、ひねってはいないんですけれども、こう旧税率と標準税率との説例を入れてありますのと、その複数税率の出題された場合の消費税額計算のパターンですよね、これもちょっとなんか見開きで見れるように23ページ24ページ入れましたので、これまた後でね見ましょう。では軽減税率ね、気になってますよね、21ページですが、本試験的に考えて重要性という点ではちょっと乏しいのかなと。一体資産とか、だから一括譲渡とかっていう内容までは私のレジュメの方では入れませんでした。最初の概要のところでも見た通り、軽減税率に関しては、もう丸1丸2をご覧ください。飲食料品のその譲渡とかから、新聞の定期購読契約に基づく譲渡とか、このあたりをですね押さえておいて、あとは問題の中で軽減税率対応、軽減税率適用ですというものに関してこう分けていくというね、作業が一つ必要になるというわけでね、ここでおっかなびっくりになる必要は全然ないと思います。で、今日はイベントなので入れました。
か一緒に考えてみな見たいなと思って少し入れたのが下の表です。ですがこういったことが聞かれるとはちょっと考えられにくいので、今日はちょっとイベント的にね、こういう場合どうなるんだろうということでちょっと見ていきませんかということで入れました。では販売方法と軽減税率という括りでですね、一つ目通信販売、通販ですね、今ありますね、たくさんね。で通販の、ね、販売商品が飲食料品以外であればこれは軽減税率の対象には、ね、ならないけれども、ね、飲食料品であればなりますよねと。だから例えばサービス業を営んでいる事業者において、交際費でなんかこう飲食料品ありますよね、なんかお菓子のね、菓子折りを買ったとか、そういった時は 8% になりますからねということね。他の取引が全部 10% でも、例えばそういった交際費とかで菓子折りを買ったとか言ったら、ね、8% だよねということね。こっちの軽減税率の方のね。では次、送料込みの商品で、まあ、別途送料を求めないという場合についてに限って見ていきましょう。その商品が飲食料品以外であればこれはならないし、ごめんなさい、飲食料品であれば、ね、軽減税率の対象になりますということです。送料込みでもね、その商品で判断なんだそうです。から保冷剤をつけた飲食料品の販売、まあ、もう考えればいろいろ出てきまして、その保冷剤について別途ね受領しますよということであれば、それはね保冷剤に関しては軽減税率対象にならないし、保冷剤もサービスでつけますということであれば、ここの対象って飲食料品の販売なので、ね、軽減税率の対象になるんだそうです。から新聞の定期購読でも紙と電子版のなんかあるんだそうですね。セット販売って言った時どうなるのっていうことなんですが、それぞれだそうです。紙はなるし電子版はならないということです。では食事の提供等ということでですね、こう少し野球場とか遊園地とか、まあ、動物園もそうですよね、売店で売っています飲食料品、売店から離れて食べ歩いたり離れた席で食べると言ったらこれは軽減税率の対象なんだそうですが、売店併設の椅子で食べると言ったらそれはもうならないんだそうです。要は外食扱いだよね。から次なんですけれども、その売店で売ってるもの、まあ、飲食料品のみならずお酒とかビールね、ここは酒とビールに私限定してます。これともにお酒はならないっていうふうに判断ね、酒はならないよと。だからちょっと先行きましょう。一番下、自販機のジュースはなると 8% だそうです。自販機ってただジュースだけじゃなくてお菓子とかパンとかね、お菓子とかありますよね。なんかメトロとかで見ますけどね、お菓子とかありますよね、東京だとね、お菓子とか。から飛ばしました、ファーストフード店の飲食料品すべて持ち帰りと、ね、いう場合には、ね、軽減税率だし、ね、店内で一部ですね飲食といったらならないと、ね、いうことだそうです。まあこれから生活をしていく中でね、本当に私もそうですね、これから生活をしていく中でこうなんかいろいろ思ってですよね、でしていくのかなと。ただまあこうやって見たところでこれを本試験的に判断させますでしょうかというところを考えると、うん、ちょっとここを判断させるということは考えられにくいな。それよりもやはりその納付税額の計算ということで、画面23ページ、映しますが、皆さん見開きでご覧ください。そうしてもらえるといいなと思ってここを見開きになるようにさせていただいたので、ね、から今までとちょっと違くて、課税標準についてもちょっとこの2ページで収めるためにここがですねどうしてもこうなっちゃったんですが、さっきのねごめんなさい、レジュメの20ページみたいにね、いちいちですよ、ね、8% 旧税率と標準税率と軽減税率とにもういちいち分けてそれぞれを計算していって、最終的にそのね、求まった消費税を合算してということで計算をしていくと。ただこの控除課題調整税額は可燃度ですから、ね、これはもう108分の 6.3 としています。課税売上割合も同じで、ね、それぞれを求めていっ
って、そして合算するということになりますから、そこの点もですね、今日はちょっとこの見開きで見ていただくのに、そこをですね、厚みをつけちゃうともうね、3ページ、4ページと渡ってしまうなと思ったので、すみません、このようにさせていただいたことを、そのような理由ということでご了承いただければと思います。から24ページ行きまして、控除税額に関してもそうです、ね、それぞれを求めていくと、そして求まった税額を足していってということでですよね、最終的に差し引き税額のところで、あの課税表示にかかる対する消費税から、ね、控除税額を差っ引いて、求めていくと、ね、いうことになります。で、言葉悪くて恐縮ですが、もういちいちね、あの計算をそれぞれにこう分けてしていく、だから分ける作業も大変ですよね。課税売上のみにとかね、その他とか、あと共通とかね、いうことでこう今まで控除税額の計算特にね分けてきましたけれども、ね、それをさらにまたそのかかっている税率ごとに分けていくという作業が一つ入ってくることが大変と、ね、いうところかなと。で、25ページ26ページのちょっと電卓叩きながらもう見ていきましょう。節例をですね入れさせていただきました。まあ、これは本当に今日はイベント的に少しこう簡単な節例ですけれども、まあ上の産業はいいでしょう。で、直書きからちょっとすみません読ませていただきます。税込み経理で行っていて、その後また適用する税率は令和1年9月30日までに行われた取引については旧税率消費税 6.3% 司法消費税 1.7% 合わせて 8%、 令和1年10月1日から行われた取引については標準税率消費税 7.8%、 地方消費税 2.2% 合わせて 10% とすると。そして、まあ、PL がありまして、この内容について付記すべき事項は次の通りですということで、括弧の2番画面の方は切り替えていきます。で、ちなみにですね、右のページに基準期間における課税売上1500万とは入れさせていただいているのと、この問題の PL で売上5000万、そして受取利息6万円ということでね、もう課税売上割合 95% 以上でということでの全額控除ということで、そこの判定はすみません、回答の方には入れてはいませんが、もうそこはそのようにね、見て、では計算ね、いきましょう。売上について、5000万ということで見てきました。この括弧の2の丸1、旧税率にかかる分が2000万、から標準税率にかかる分が3000万ですよということでね入っていますので、ではちょっと26ページ課税標準に対する消費税の計算、旧税率分は108分の100してから標準税率分は110分の100をして、そして課税標準額に対する消費税についてはですね、それぞれ1000円未満切り捨てた額に 6.3% もしくは 7.8% それぞれね乗じて求まった消費税額を合算して求めていくと。ここでだいぶどうでしょう、イメージつきますでしょうか、ね、いちいちこう分けて計算するっていうイメージがですよね。ですから控除税額も同じで、ではですねちょっとね、問題丸2の方に画面の方をまた切り替えます。25ページですね、まあ、売減ですねのうち課税仕入れの金額が2615万5000円で、旧税率にかかる分が1046200円、あ、ごめんなさい、1046万2000円ごめんなさいから標準税率の分が1569万3000円ですよと、いうことで、これもそれぞれ旧税率標準税率ということでね分けてあるかと思います。ここですね、販売費に関しても、ね、旧税率の分123万6000、標準税率の分185万4千ということで、この分もね、分けてあるかと思います。から一般管理費に関してもね、旧税率678万円、ごめんなさい、旧税率ごめんなさい271万2000円から標準税率406万8000円でその合計ですということでね分けてあると思います。こう分けてそれぞれに、だから旧税率の 8% の方は108分の 6.3 の一発計算ですね、ごめんなさい、108分の 6.3 の一発計算になりますし、標準税率の表は110分の 7.8 の一発計算になると。
から今回この問題に軽減税率入っていませんけれども、軽減税率適用分が出れば108分の 6.24 の一発計算と、ね、支払った消費税は一発計算でしたよね。で、元まった消費税額を合算してと、そして、ね、差し引き税額、ね、求めていくということになります。ですからこうそれぞれ求めていって、預かった消費税も支払った消費税も、つまり、ね、課税標準に対する消費税も控除税額も、ね、足して、その額を、ね、持って差し引き税額の計算に流していくと。いうことに、ね、なります。以上ですね。では最後に国際課税関係ということで見ていきたいんですが、消費税のところよろしいでしょうかね。では画面は27ページ切り替えました。国際課税関係という括りで、すみません、まとめさせていただきました。法人税法もありますし、所得税法も条文ありますし、から消費税の4条を入れているのは、課税の対象のところのね、特定仕入れのところで少しこの、ね、内容が入ってきているので入れました。で、実は今日の最初の話にもなんかちょっとつながってくるんですけれども、ちょっとここの概要のところのですね、下から2行目、法人税はもう31年1月1日以後開始する事業年度の法人税について適用で、ですから19本試験の時に対応されたあの条文にはもう改正後の内容で来るという予定だったんですよね。ですがもう今回はもう所得税に関しても令和1年分以後ということでですね、もう全部がこの内容になるということですので、改正後の内容ね、改正後の内容になるということなので、19本試験では法人税に関してこの部分特段問題なかったですから、今回からはちょっとこの、ね、恒久的施設の定義の見直しはちゃんと見直しということで、改正のあった内容で抑えていかなきゃいけませんよということです。で、これから見ていくと、ああなるほどなと思うと思うんですけれども、ちょっとこの概要のところ私読んでいきましょうかね。2行ほど。日本国内において外国企業が経済活動を行う場合に恒久的施設がなければその企業の、事業所得に課税しないというのが国際課税の原則なので、外国企業が恒久的施設に認定されない活動のみをあえて行う課税回避行為に対処するという観点から少し見直しを行っていきましたと。じゃあちょっとその見直しの内容を改正0.6 番で最後見ていきましょう。まずは視点の内容に関してですけれども、表現は全く同じなんですが、この詳細として改正後の米印のところアップしていきます。保管とか展示とか引き渡しというようなその特定活動のみを行う場所は除きますよと。つまりその特定活動のみ行う場所も、その活動が外国法人の事業の遂行にあたって準備的補助的な性格のものでない場合にはもう恒久的施設該当ですよ。準備的や補助的な内容だったらそれは恒久的施設から外れるということでいいけれども、準備的補助的じゃないんであればそれは恒久的施設に該当するよというようなね内容。から2番目の建設P に関しては17本試験でこれ出てるんですね。改正の前のパターンでこの1年を超えてのこのあたりが17本試験で出ていたんですよね。そこをこう判断してねということでね。で、前はその、ね、1年を超えて行われる、場所を言いますということで、そのいわゆる建設作業場のことですよね。で、それを回避するがためにこうしたんでしょうね。ちょっと右側ご覧ください。
ここもやっぱり米印のところで見ていきましょう。その12ヶ月を超えるようなその建設工事現場で、その回避を目的として契約期間を分割したとかいうときには、それは契約期間を合計して判定しますよと、まあ、その1年を超えてという文言がこれまであったがために、まあ、こういう問題が生じていたと。ですから分割しててもそれは合計して判定しますよということから、最後に代理人に関してですね。で、代理人に関してもちょっとこの米印で見ていきましょう。独立代理人を除くというのがその改正の話で、独立代理人ってこう仲立ち人とかっていうね、表現をしたりしますけれども、こう独立のこう資格を持っていて、代理行為をね、通常の事業活動として行う者のことを、ね、この独立代理人と仲立ち人とかね、そういう方をイメージしていただけばいいでしょう。書いておきましょうかね、仲立ち人という言葉はね、仲立ち人とかイメージしていただけばいいでしょう。で、独立代理人は除くとはしてるんだけれども、ちょっとまず下から行きましょうか。下から3行目、その独立代理人からもっぱら主として関連企業に代わって行動する者は除くよ。ですから、そのもっぱらを、ね、行う方に関しては、それはもう代理人 P として考えますよと、ね、いうことになっていますし、からちょっと読み飛ばしましたけれども、外国法人の、ね、所有権移転に関する契約の締結ですね、に関する業務を行う者を、ね、追加しますということでね、少しここの判定に関しても条文の文言としてはここに関しては特に変わりはないんだけれども、さらにですよね、政令の方で厳しく、ね、決め事が追加されましたと、いうことでお捉えいただければと思います。以上ですね。で、その後最後には19本試験で出題された項目に関しても入れさせていただいたこう出題傾向の表をですね、更新しましたので、それをちょっと追加して入れさせていただきました。まあ、こういう論点がやっぱり毎年出てるなとかね、いうことで見やすさを少し考えてこのような形にしました。法人税、所得税、消費税とですね、入れさせていただいていますので、何か参考になれば、ね、幸いです。ではですね、ちょっとオーバーして申し訳ありませんでした。最後カメラ切り替えさせていただきまして、以上をもちまして租税法改正論点の概要の講座終了させていただきます。皆さん1時間今日お疲れ様でした。